はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。僕平昌様、僕万能様、対馬陽子様、圭一様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。平昌っていうのは福島県立平田商業高校、万能っていうのはですね、福島県立いわき農業高校の略であります。ちなみに私が卒業したいわき高校福島県立は、在校生や卒業生は岩校って言うんですけど、他の方々はそれ以外の方々は万校で呼ぶっていう謎がありまして、なんでなんだろうなぁ、思っておりました。あまり、個人情報を喋るのはまずいんですけれども、対馬陽子さんすげえ美人です。女優さんかって思うぐらいの美人さんであります。圭一様もありがとうございました。東京29区西新井大師西駅、西が前後につくっていう山本山ですかみたいな、舎人ライナーっていう路線のとこで凱旋してまいりました足立区であります。お声掛けくださった皆様ありがとうございました。結構な数の方にお声掛けいただきました。飲み物の差し入れありがとうございました。とっても高価な飲み物を、差し入れてもらっちゃって誠に恐縮であります。その方もなんかお子さんいらして日本が心配だと、今後どうなっちゃうんです、投票先がわからないと、まあ、都知事選のことなのかな、言ってらっしゃいました。まあなるようになりますから心配ありません。蓮舫はダメというだけことだけははっきりと分かっております。韓国内でジブリ人気にただ乗り、久石譲楽曲の無断演奏コンサートが盛ん。久石譲さん、無許可演奏は受け入れられない、一切許可しません。声明発表、無許可演奏の編曲家、アレンジャーですね、まあ曲を、まあ、オーケストラとかこういう構成のバンドで、やるためにちょっと編曲してアレンジしてくれと、曲の原作者にいちいち連絡はしない。私にとっては食べていくためにやっていることです。まあ生活のためだっすよね。後援団体が解決すべき問題だと、まあ主催者が問題なんじゃないの、やろうとしてる。私は編曲頼まれて編曲してるだけで食べるためにやっていると悪びれず、開き直っておりました。世論です。有効な制裁措置がないからな。なんで自称世界一のエンタメ先進国がこんな泥棒みたいなことをするの。それは世界一のエンタメ先進国っていうのが自称だからですよね。食っていくために何でも許されるわけじゃないぞ。ジャズラックはだんまりか。国内じゃ必要で過酷に徴収するくせに。そのうち久石譲は韓国人と言い出す。これありそう。久石譲は韓国人って、在日とか言いそう。なんで韓国って勝手な真似して勝手に自爆して勝手に恨むの。食べていくためにやってるって、自称先進国民の言い草とはとてもとても思えませんね。サバンナがどっかなのかな。先進国、自称先進国、最近では宇宙強国とかなんとかも言い出したんですけど、そこの国民は食うには困らないんじゃないんですか、食うだけだったら。司会しにですね、自称世界一のエンタメである K-POP の無断演奏コンサートやればいいんじゃないですかって思いつきましたけれども、客足が全く期待できないから大赤字ですねこれ。司会し以上の意味全くないんで誰もやらないでしょうね。今でも韓国人の骨身に染みてる朱子学、キリスト教が一番多いって言うんですけど、キリスト教徒が嘘です。朱子学の川だけキリスト教徒っていうのが多くてですね、朱子学っていうのは理想論が基本なんですね。善か無か、一以外は無価値、つまり理想の姿追求するあまり、理想以外は全然価値がない、完全完璧を追求からの、
良いもの、売れてるものは真似をすることが善という考えに到達しまして、なんせほら理想は一つしかない1位ですから、理想って1位のことですから、それを真似するのは善であると。現在売れているものが最善である、それをパクることは推奨されても非難されないっていうのが朱子学、むしろ推奨してるんですよね、朱子学ってね、いいものは真似るべきっていう、韓国のミスコンテストが全部同じ顔になっちゃうのも、その理由は最善は一つ、そして最善以外は無価値、多様な美って何ですかって状態だから顔が同じになっちゃうんですね、というわけで韓国人がですね、朱子学の影響下にあるうちはパクリ癖は治りません。パクるのは善なんだもん、いいものはいいと認めて真似するのが善なんだもん。治るとすればですね、自分たちも優れたものを生み出せるようになってですね、それがパクられる辛さや苦しさや悲しみを知った時に、ああパクるのは悪なんだなぁと骨身に染みんですけど、パクるのはむしろ正義の状態で、その日がいつ来るかは不明であります。パクられるような優れたものを生み出せる、その時がいつ来るかは不明、一生来ないかもしれない、今みたいにパクるのが正義、優れたものは優れたものである、一番いいのがとにかくいいものっていう考えだとね、日本だと多様な美、美の多様性、認められるじゃないですか。例えばですけど、八重歯が可愛いであるとか、欧米では八重歯とか受け入れられないですけど、そういうのがあるじゃない。大客もちょっと可愛いよね、見て。そういうのもあるじゃないですか。ところが、最も良いものは一つしかないっていう、多様性ゼロの世界だと、ないんだな、それが。優れたものを生み出すためには、試行錯誤しなくちゃいけないじゃないですか。試行錯誤は無価値だって、一番良くなきゃダメなんだもんっていう朱子学の影響下だと、ちょっと未来英語をパクられるような優れたものは作り出せないかもしれないですね。っていうか私はダメだろうなって考えております。昨年の出生数は 1.20 で、下がったな、 1.40 からね、8年連続減少&過去最低。ちなみに 2.07 以下では人口が維持できない。これ2人がかりで 2.07 人、産まないと、07っていうのが子供を産む年齢に達する前に亡くなったり、あるいは産めない体で生まれちゃったりっていう率なのかもしれないんですけれども、 2.07 人口維持するには2.07 の出生数が必要である、って、言われております。それが 1.2 しかないってことですから、世論です。自民党、公明党、財務省のせい、俺らの老後は地獄間違いなし。長年にわたる自民党の失政の結果、岸田の女も働けが効いてるね。女性の社会進出が原因だから今更やめられない。もう完全に答え出てるけど、女が働けば子供は減る。地獄の自公政権で日本人の子供は減って、増えるのは外国人だけ。自民党は株価しか見ていない。来年はもっとえぐいと。県別ではですね、一番いいのが沖縄県 1.60、 それでも 1.60 しかない。人口維持には程足りない。宮崎、長崎が同率で 1.49、 どこもあったかいとこですね。どうもこれあったかいとこが出生率が高いというのは、これ服が露出が高いせいかな。で、女性が露出が高い、暑くてね、暑くて露出高い、服着るから、自然とそういうのがお盛んになるのかな、なんておっさんのいやらしい思考はそっちの方を推測しますけれども、ワーストは東京 0.99 でした。北海道 1.06、 宮城県 1.07、 こちらは寒い方ですね。寒い方はがっちり着込むからあれなのかね、そういうのがお盛んなんねのかね。東京はあれですね、なんか家賃も高いし、子育てする環境、働く場所だよな。
沖縄県は米軍基地を本土に押し付けられて途端の苦しみのはずなのに、なんであの子供一番生まれてんだって、途端の苦しみが嘘なんじゃないの、いう気もしますけれども、パヨパヨしい連中よく言いますけれども、所得が一番高い東京がワースト、まあ、あの働きに来るところってイメージですもんね。家賃高いしね、とにかくあの自民公明が女性が輝ける社会をとかやって女性も無理やり働かして納税しろってやってるうちは子供増えません、女性が家庭で輝かないと子供が増えるわけね、増えるわけね、全然わけね、女性が家庭で輝くためにですね、養う男の賃金が上がらないとダメなんですけど、男が稼いで養えるようにならなきゃダメなんですけど、自民公明はですね、外国人労働者をせっせせっせと輸入してこれを抑制してるし、掲示板ではですね、ジャップ滅びてざまあなどとホロンブが歓喜してましたけど、お前の国 0.71 で日本よりもっと早く滅びそうだからな、人のこと言ってる場合じゃないぞ、苦笑してしまいました。まあとにかくですね、あれよ、ちょびひげがやった、子供がいる男を雇った企業は減税したるっていう、そういうですね、そうすると勢い減税分ですね、まあ、男に給料を出したり、あとは奥さんと子供がいる男を優先して雇うようになるじゃないですか、それも賢いよなと、思っておりますけれども、ところが自民党公明党は女性も働けっつって結婚させまいさせまい、で働くためには高学歴っていうか、4年生の大学行って22歳で卒業して3年ぐらい仕事ちょっと慣れてきたなと思ったら25歳でなんかのんきにしてっとたちまち30でみたいな話じゃないですか、民法で16歳から結婚できるっていうのはありますけれども、これもなんか是正されそう、そのうちね言い出すよ、民法で16歳からつってっけど18歳に延長しよう、言い出すよ。なんか今ですね、子供早熟だからもっと下げてもいいんじゃねえのって私は思いますけれども、異論は認めます。共産党未だに発表されていない蓮舫候補の公約チラシを勝手に作って勝手にバラマン勝手に作って勝手にバラマン、蓮舫さんを都政に押し上げ、小中学校給食費 無償化、子供の国保料ゼロに、国保税ですか、シルバーバス無償化などなど、共産党が提唱するですね121の願いを全て蓮舫都知事が叶えてくれると勝手に妄想してらっしゃるご様子でありました。蓮舫もこれはとんでもないところに背乗り這い乗りされましたね、しがみつかれましたね、おんぶされちゃいましたね。なんかだん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 おんぶしてるうちに重くなってってついには潰されてしまう小泣きじじいっていう妖怪いますけど、なんかそんなイメージです。世論です。すげえ勝手に公約作ってる、本人が考えてないものをさも公約のように公表とは、成長戦略ゼロで公約全部ばらまきという分かりやすさ、これが選挙違反と言われてるやつか。選挙前にこういうの配るのは選挙違反だぞ。共産党にとってはいつものこと、蓮舫はこれをやれよという命令書だろう。ソビエト蓮舫っていうソビエト蓮舫、すげえインパクトのあるワードが出てくる。ソビエト蓮舫、略してソ連ですか。試験ですけど、まあ立候補を表明した途端にですね、勝手に応援すると宣言して本人になりすまし、自分らがやりたい妄想をまるで本人の公約のようにチラシにまとめ公示前に勝手に配布と、さすが共産党だな。あらゆる選挙違反は当然のようにためらいなくやってのけますね。でも勝てないんですけどね、選挙にね。121の妄想が全部ばらまきでした。財源どうすんのって聞くと完全スルーが黙り込んで機能停止、しばらくすると再起動してまた同じことを繰り返す、思考停止の哀れなロボットが共産党であります。ソビエト蓮舫は笑いました。蓮舫を応援するパヨ界隈の通称にぴったりですね。あとは給食費無償化はこれ豊島区でも共産党の議員が言い出して否決されておりました。これね、それは
部分的に生活保護の一部ってなっちゃうんですよね、自民党議員に説明されて、あ、なるほどそうかと、そうだよな、そうでなくても原材料費以外は区が出してんですよ、払ってもらってる給食費は原材料費だけなんですよ。これ以上ね、無料にすると生活保護みたいになっちゃうから、で、子供が区に養ってもらってるって勘違いして親を尊敬しなくなる。あとね、悪い親が給食でいっぱい食ってこいみたいな、ネグレクトも心配されると、自分家で食わさない、給食無料だからいっぱい食ってこいなんつって、そんなことも考えられますよね。でも共産党は社会を混乱させたいためにこういうことをやりたがるんですね。今日の単身です。4月の統計値が発表され、実質賃金前年度比 0.7% 減少の25ヶ月連続減少、過去最長記録達成の栄光に輝きました。2年以上連続減少続いてんで、前々年度よりも、前々年度って2022年か、よりもさらに低下しているのは確実であります。こういう時にまともな脳みそがある国ならば、即減税してですね、可処分所得を増やすんですけど、増税こそ正義って思い込んでる財務省は、それに洗脳されてる自民党はむしろ増税してますよね。再エネ付加税を3倍にしたであるとか、森林環境税新設したであるとか、保険税値上げが確実な負担増となっております。2009年のリーマンショックの時にですね、日本以外の各国は減税合戦繰り広げました。傷浅くしました。日本はやりませんでした。で、不況だからむしろ増税のつって、菅直人が寝ぼけたことを言っていました。増税こそ正義と考える財務省官僚ね、自分の子供も重税に苦しむのに頭どうかしてるよなっていうか、狂ってるよなとしか思えないんですよね。東大法学部出てもその程度かお前らは狂ってるよ。お前らの子孫も、親類縁者も重税に苦しむんだがな、ばっかじゃねえな、お前ら。で、心底軽蔑しております。財務省官僚。6月4日、蓮舫凱旋。七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦します。ああ、言っちゃった。皆さんのご支援どうかよろしくお願いします。ああ、言っちゃった。これダメなんですよ。どれどれ選挙に出ます。皆さんよろしくは。まるでダメなの。この選挙に出る予定です。皆様知っておいてください。程度までがギリセーフ。応援の枝の勢いを。みんなで蓮舫さんを勝たせましょう。完全にアウト。完全に選挙違反の公示前運動と話題になっておりました。立憲の連中バーで何がダメか何がいいのか、公選法読んでも理解してない、理解できないのか、マスゴミが叩かないのをいいことに自分らが裁かれることはないと甘ったれてんのか、悪の自民党が作った法律など守れるかっていうですね、幼稚な反抗心を燃やしているのか、あるいはその全部なのか。枝野は弁護士のはずなんですけど、暗記で司法試験通ったものの地頭が悪すぎて弁護士として通用せず議員になった口ですからね。これは私の勝手な予想ですけれども、公選法読んでも理解できないんだきっとね。理解した上で違反してるならそれはそれでもっと悪質ですよね。まるで共産党じゃないかそれじゃあ、共産党と選挙協力してるうちに似てきたのかなぁ。埼玉の大野知事と面会して、クルド人はトルコに帰国すれば空港で捕まると大嘘吹き込んでった、クルド系トルコ国会議員2名はテロ組織 PKK 関係者だった。いや全然知ってたけど全然知ってたけど、トルコ政府、人口8000万人中クルド人1500万人以上いて、ほとんどが縁戚関係、弾圧できるわけがない。これ比率で言うとあれですね、なんだ、何パーセントだこれ、 20% ですか、2割。日本で言ったら3000万人弱、つまり東京、神奈川、千葉、埼玉ぐらい、3000万人したら、そこ4000万人だっけ。それを弾圧できるわけがないと。パスポートも投票権もあるし、議員だっているだろう。全くもってその通りですよ。なのでクルド議員は PKK に関係してるクルド人は
トルコに帰国すれば空港に行って捕まるって言ってたんじゃないか。で、PKK に関係してるをあえて省略したんじゃないかっていう推測ですね。小沢一郎、人民の生活が一番であるとか、シーカズを何よりも人民の平和と同じ手法ですかね。トルコ政府さんはですね、不用意に PKK 関係者と面会した大野知事に猛烈抗議していいすからね、通過すべき、してちょうだい。あとはあのこいつらと会った名前が出てない立憲議員と共産議員も突き止めて猛烈抗議するべき、っていうかしてちょうだい。であのこいつらを罰してください、苦しめてください、よろしくお願いします。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。メール党員さんも大募集であります。最近あの無料の無料版のメールマガジン始めましたんで、そちらの方のご登録よろしくお願いいたします。読むだけで知見が広がり、知識が蓄えられ、知人にマウントできますって。マウント進めてるわけじゃないですけどね、よろしくお願いします。デトックスジャパン。